先週に引き続き厚生労働大臣政務官で自民党参議院議員の丸川珠代先生と衆議院議員の金子恵先生のご登場です。先週の議論の焦点は弱者保護ではなく社会安定を目指せということでした。女性は家を守ると言われますが、考えてみれば国家は国の家ですから、国家を守る基礎作業を女性は引き受けていると言えなくもありません。軍事だけが国家防衛なのではなく、昔の人も言ったように女性の働きは15の守りなのです。アジアの軍事情勢がきな臭くなる今日、社会福祉は15の守りだということでしょうか。今週もよろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。先週は結局社会福祉っていうのはね、国家、日本なら日本という国家の、うん、まあそれを安定させるという、はい、ということでね、およそ同意していただいたと思って、うん、最初冗談話みたいですけどね、はい、国家ったら国の家でしょ、日本語で言ってね、うん、国の家と書きます。今日ね、この場に来る途中、新宿何丁目かタクシーで乗ってた、ね、はい、エコジョブっていうね会社の看板があって、はい、エコツアーなんていうなんかあれも下がってた。エコ、エコっていうのは今環境って訳、はいはい、これもともと家って意味なんですよ、はあ、知りません。だからね、あれアベノミクスもそうだけど、エコノミーね、はい、ノミーっていうのはもともとノモスで秩序っていうか、はい、だからエコっていうのはもともと家なんですよ。だからね、エコノミーっていうのを直訳するとね、東京都にあの都立火星、火星大学、女子火星大学、はい、火星って意味なんですね。家ののみって納めるところの秩序ですからね、はい、家をどう納めるかって、はい、あなたが日々やってらっしゃることだけども、はい、だからね、エコジョブなんて直訳すると家事労働、家の仕事だから、ね、エコツアーって言うと直訳すると何、はい、家族旅行、いかがにしてくれと。エコっていうのはもともとはそういう意味なんですね。西部進先生が保守の辞典を上司されます。元気書房より4月26日発売です。辞書で調べたことあるだけなんだけど、はい、家のことをギリシャ語でオイコスって言うんですよね。オイコスが家で、それからノモスが秩序で、オイコスノモス、これが英語化してエコノミーになったんです。だからオイコスがエコですからね、家なんですよね。でも家を治めるというのは簡単なことではないというのが実感です。ちょっとその話は聞く。火星学、ね、丸川は火星学を経験したことないので、どう治めてらっしゃる。漢字の政治の政っていうのはこうでしょ。はい、これ正しく治めるっていうのはこう、この字はこうなんで、こう十文字でしょ、はい、これ鞭打つって意味なのね。だから正しく夫なり子供なりをこうビシッビシッと鞭打つ。いや、ごめんなさい、そんなことやってらっしゃると思わないけど、結果的にでもそういう風になっている側面もなくにしもあらずですけども、うん、いや、あの今の家庭の実態というのは、あのうちに限らずだと思いますけれども、とにかく奥さんがもう、はい、旦那さんこうしてください、してください、うん、子供たちに、はい、これやりなさい、あれやりなさい、こうしないともう収まらないです。江戸時代、家長が家を治めると、その家を治める中には子供をどう育てるかということも入ってたと、ね、これも含めて家長がやることになってた、いつの間にか女の人にすり替わったのかと思ってたんですが、どうもよく聞くと、それを実際女の人は後ろで支えて、実験やっぱりその時から逃げてたみたいで、本格あの家庭っていうのは小さなね、今の各家族でも男と女でしょ、はい、まずね、それから親と子でしょ、うん、僕はペット持って一時期猫飼ったけど、今いないけど、はい、人間とあれでしょ、ペットいわゆる毛玉のでしょ、はい、それからね、ちょっと窓を開ければさ、自分の家と隣ね、うん、ここまでこれ隣人の隣ね、
隣とかさ、これは本当無人の塊ですもんね、はい、男女親子、はい、よくさ会社の社長がね、最近のね若者には昔で言えばジェネレーションギャップを感じて、うん、若者の気持ちは分からないよなんてね偉そうに言ってんね社長と俺ドバン僕ね言ったことあるの、有名な社長さんたちに呼ばれた時に、はい、やめてくださいとね、そんな自分の会社でね最近の若者はなんて言ったって、うん、ご自分の家に帰れば最近の若者の子供とか孫が自分の家のあたりにいるのよ、はい、ね、それじっと見てたらさ、ね、会社のね若者の気分ぐらい分かるだろうって言ったことあるんですけどね、ともかく僕が言いたいのはそれ分かるかどうかじゃなくて、ものすごい矛盾ね、はい、小さい声で言いますけど男と女なんかね分かり合えないんですよ修正結局は分かり合えないものを残しますよね。それからね、子供って30で、あなたがいくつでお産みになったかはいちいち聞かないけども、なってないですね。いやいやいや、これから生がないます、はい、そのともかくね30とかね、なんか年の違うやつがこの家の中にいるのよ、その他もろもろね、けだものまでいるんですよ、そうなってニャオンとかワンワンとかね会話できませんからね。この家というものの矛盾だらけのものをね、どうにかこの収めるということがねできない人間が会社を収めたり政党を収めたり内閣を収めたりできるわけがないよね。まずは家庭の家だ、強く同意します。そういう意味じゃ講師が言ったのは終身成果四国平天下っていうのは、まあ、本当なんですよね、うん、ともかく家っていうのはそういう意味でね、ゲオルグ・ジンメルがね、うん、家庭を作ったのは女性の偉大な貢献だって言ったけど、それはともかく男だって少しは参加してますけどね、家庭にはね。それはともかくまだまだ足りないと思ってます。この家庭というものの矛盾をね、なんとか乗り越えてきたのは、まあ人類のね偉大な業績だということなんで、これね女性に対するリップサービスで言ってんじゃないんですよね。いや、これがリップサービスだと思ってもらえるのは本当に家庭を乗り越えた女性だと思います。僕ねこんなところで小説語りたくないけど、うちの神さんね丸川さんと違って体が弱くて、上の娘を産んだ後、まあ、健康害して、うん、僕がね育てたようなもんなんですよ。これ見たうちの神さんが後で怒るかもしれない。いや、怒られたって本当なんだからね。だからね僕結構あれ面白かった、辛かったけどね、赤ん坊のうんちは臭いしさあのスリーマンコリックってことにし、あなたじゃ健康なお子さん産んだんだ、はい、あの生まれて3ヶ月ねコリック症状を起こして、ともかく牛乳飲めば吐くとかすぐ泣くとかわめくとか、うちの娘がねよくそのスリーマンスコリック症状で、今普通の会社で男のなんて育児休業ですね、育児休業が増えてるんでしょ、はい、少しずつですけど増えてきます。あれどう思われるかな。私自身はあの地方でその育休について予算を確保しても、うん、ほぼその間その年度中には消費消化できないくらいですね、うん、その制度があってもやはり社会だったり企業の理解がないと、男性の方々やはりその期間離れるということはまた職場に戻った時に、うん、まあ、目もそうですし企業社会が理解がないということで、希望者が今60くらいですかねいらっしゃっても実際今 20%30% くらいしか取得してないという話聞くので、まだまだこれは日本においては意識改革が必要だなと私は思います、ね、ます。僕は金子さんのこんなおじいさんがね、うん、若い金子さんに抵抗してもしょうがないけど、僕は次のように考えたことってあるの、はい、もうその育児休暇そんな余計なことは、ね、やめてくれと。自分の妻があなた方のようにね健康で強力ならさ、かみさんに任せるけど、もしもねやっぱかみさん一人でやってなかった、僕なら断固として会社をサボるね、うん、ってことはね会社の出世なりなんなりが甚だしく遅れるってことさ、はい、遅れることも覚悟でね家の面倒は見ると、うん、妻が見れないならば、だって次にねちょっと いささか疲労低すぎるけどね、はい、それが終わった後でね自分のこう知ってマイナスを取り返すべくね、うん、そのあたりの男をさ蹴散らかすほどに働いて、うん、また出世街道に復帰すると、うん、果たしてねうまくいくかどうか分かんないけどそれぐらいがいいんじゃないかと思うね、うん、
それで会社の社長たるものは、なんだと、子供が生まれたぐらいで会社の仕事をサボるのかと、お前は課長にしてやろうと思ったけども当分係長止まりだってね。会社は会社の原則がありますからね、いちいちね、皆さんの家庭の事情にさ気配りするような福祉施設じゃないから、企業なんて。僕たち企業勉強してるんじゃなくて、所詮ですね、金の組織なんだから、企業なんて。まあ企業体にそこまで言ってしまっていいのが正直ちょっとよくわかりません。ただ近代になる前の日本社会がどうだったかっていうことを考えると、お父さんが職場に子供連れてって、例えば夜勤でどっか あのお屋敷にお泊まりするときに子供連れてったそうなんです。でお父さんがどういうふうに子供を育てるかっていうことが、その家の繁栄と直結してた。子供を育て上げることこそが家を残すための最も大切な大仕事であったということだったからこそ、あの社会がそれを受け入れて、あのお父さんは立派に子供を育ててるっていうことを許してたと思うので、自分を継いでいくものに対して社会がですね、それを大切に育てることは、まさに家を治めること、身を治めることは、あの何にも勝る価値であるっていうことが共有された瞬間に、育児休業法がいらない社会になるんじゃないかなと。法として定めなくても社会がそういうルールとして認めるようになるんじゃないかと。その通りだけど、同時にこのプライベート、私の世界とね、会社のことも含めて外の世界っていうか公の世界っていう間にはさ、今だって言ったのはこれがあれでしょ、通じてた方がいいっていう話ね。つまりこの私の世界では父親子関係ある、その親子関係の 大切さをね、その会社を含む公の外の世界も分かるべきだ。それその通りだけど、でもいくらあがいてもさ、ここに高い壁があることも確かでしょ。私の世界とね、夫婦親子の、そういう世界と外の世界はね、だから外の世界はね、家族、子供一人産んだぐらいで何だと、現実にはそういう、政務官の仕事をサボるとは何だとかさ、多分自民党言ってくるんですよ。いや、いいんだけど、言われたことはないですよ。僕言いたいのはこの壁がね、立派だって言ってんじゃなくて、壁があるもんだけども、そうであればこそね、でもこれ両方必要なわけよね、人間にとって、男にも女にもね、男と女の壁でもいいし、私と公の壁でもいいんだけども、その壁があることを承知の上でそれを乗り越えたり、必要とあったら密かに破壊したりした壁を、なんかそういう緊張感っていうのはあった方がいいですよね。その点ね、案外ね、社会福祉論って問題ないのよ。なんかね、またヒューマニズムきますからね。お母さんたちよくやるでしょ、こんな可愛い子私が産んだのに、どうして社会がこんな可愛い子を助けてくれないんですか。はっきり言う、僕可愛いかねえよって、可愛いかないよって。いや、親からするとこんなに可愛いものはないんです。僕は随分ね、小さな子にも優しくて、アメリカ行った時にね、ベビーシッティングのアーティストって呼ばれたんですよ。子供をあやすのが、赤ん坊をあやすのが上手でね。でもね、同時にね、僕アメリカって結構面白いなと思うのは、ちょっとした中以上のレストランに行くと書いてあるでしょ、 No dogs, no kids、 犬と子供はお断りっていうね。僕あれもいいと思うのね。一部今日本もありますよね。あるあります、お子さんがダメですっていうところもあります。それはね、それはむしろこうじゃないの、日本がのべつ幕なしにさ、居酒屋にまで、しかも、ね、夜9時10時にさ、最近俺もちょっとすごく違和感を、ガキを連れてくるのにたまりかねて、ノダグノキッドってね言ってる可能性があるの。日本はああいうとこ嫌ですね、壁があまりにもねなさすぎてね、だからそういう国民の余ったれた欲望がありますから、あれも助けて、これもやって、厚生労働省政務官って来ますから、日本の、そうですねって言ったらダメよ、バッシングされるから、黙ってた方がいいけどね。自民党には自民党の考え方があります。
そうですね、やっぱ自助自立ということでですね、もともと今でも社会保障は共助が強い日本はと思いますけど、保険制度お互いを助けるっていうのもあったり、基本は自助自立の精神でということが自民党の考え方ですから、やはりできる方は自分で自分自身は守っていく、でもどうしてもダメな方に対しての最後のセーフティーネットがあるべきだと。福沢諭吉の学問の勧めの、ね、冒頭でしたよね、天は自ら助けるものを助く、あれは要するに自助自立のところは、その後でされどってくるんですよね。されど人間には尊きものと卑しきもの、これありうんなんと続いて、どうしてそういう人間に差ができるかというと、学問の勧めだから、学問のあるとなしによる。ところが学問って言うと日本人またパが多いからさ、大学に行けば学問してると思うけど、そういう学問じゃないんですよね。あのね、福沢諭吉で学問の勧め、これ言路って言葉の道ね、日本人は言路の道をね、塞ぐね、つまり日本人思ってることをきちっと喋らないと、言葉の道が塞がれてね、それをずっと読み進むと、日本人の嫌なところはね、これ学問論なのよ、遠望ね、遠望ってこれ恨みだから、なんて言えばあれですよ、嫉妬と嫉妬みたいな妬みでしょうね。つまり日本人は遠望が強すぎるって、遠望が強すぎると言葉がね、言論が塞がれて、これがね、学問の勧めに書いてあることなの。別に経済学どう勉強しましょうなんて、そんなね、チャチなことは何にも書いてないのね。人間の差っていうのは そういう意味でね、ごめんなさいね、僕妹4人もいたの、前回言いましたっけ、一人死にましたけどね、年下だろうが年上だろうが、女の人見ると全部僕自分の女兄弟のような気がして、話が、ね、あちこち飛んじゃうの。でも女性に囲まれて育ったということは、女性の心の内はもう手のひらの上に見るように分かるという。逆かもしれないのね、厄介なもんだぜ。お袋も入れれば5人ですから ね周りは全部、もちろん親父も兄貴もいたから、男同士の戦いもありますけどね、女という僕にとってはよくわからないものを、なんとかね、距離をね、遠からず近からずの距離でっていうことをね、20年物心ついてから15、6年やってる間に疲れ果てちゃった。言路が塞がってしまったんですか。でも言路が塞がるかもしれないけど、他の理由もあるんですね、言路が塞がれるよ、そういうことです。だから共助自助自立 もう大賛成ですけどね、自助自立っていうのはあらゆる人がある関係の中にいますよね、家庭は典型ですけど、妻である夫である子供親とかね、会社だって上役で下役で、自民党だって政務官となんとかとかさ、だから自助の自っていう自らっていうのがあれですもんね、ある関係性の中にあるでしょ、 その関係がまともじゃないとね、そうなんです、ね、てかその自分のおつむもそうだもんね、丸川さんとか金子さんさ、僕もそうだけど、自分のおつむは何かなって考えたら、僕らも74年生きてきたんですよ。自分の頭の中に他人の考えも入ってるでしょ、ね、読んだ本のことも入ってる、自民党の人って言いたい、自助自立全く大賛成だけどもね、自助自分の自って、これ何なのかと考えたらさ、私最近思います、経済学者のバカ野郎たちは自分が最初からいると思ってるの、いませんよって。だってこういうお母さんに育てられたら、子供はね、丸川珠代の子供になるんですよね。すみません、もうこの丸川さんの母親の刻印が何十パーセントか知らないけど、ぐーっと刻印されるわけですよね、その他もろもろね、ですから自由って言いますでしょ、ごめんなさい、自由民主党だあなた方そうです、自由とは何かって言った時にね、もう考えたの、自分のね、自分の理由ね、これが自と理由で自由だと、でもこの理由ね、英語で何て言いましたっけ、リーズンでもいいです、あの道理ね、でもね、道理どっから来るかって言ったらさ、社会とか歴史とか来るよね、このね、リーズン、自分が守る理由、リーズンの中にもうすでにね、他者が、過去も、ひょっとしたら未来への想像も入ってくるわけですよね、そうするとね、時々思う、自由なんてのはないんじゃないかとか、大げさに言うとね、
そうするとね、いい年こいて自由自由なんて言ってるのはね、いかがなものかと、うん、経済学者が20、30おるか60、70になっても自由なんて言ってるのは、あの人たち本当に自分のこと知ってるんかいって思う時あるね。大賛成ですね、うん、本当に最近感じます、うん、自分って、まあ、自分おのず自分っていうものが分からなくなってくるっていうのが、うん、最近特に前この3ヶ月間もですね、うん、まあ、その前もですけど、今言われた経験とか環境とかで、うん、元々の自分というものの自分って何なのかが分からなくなってきているっていうのが最近特に感じているので、うん、そこにおいてその自由っていうことで理由、うん、何なのかな自由っていう、ね、うん、こんな風に言ったらね、スペインの哲学者オルテガって人なんだけど、マルカさんの顔のない言葉があるんだと、金子さんあるんだと、こうずっと見渡して最後に、あ、これをね見たり聞いたりしてるの俺なんだってね、はい、自分はね金子さんたちと違う他ならぬ自分がいるんだけども、うん、自分は最後に出てくるってね、最初から自分がいましてですねなんてね、はい、大したことのないやつらがたかだか東大出たぐらい、たかだか本読んだぐらいでさ、偉そうにやるでしょ、そうじゃないんだと、自分はいるんだけどね、他人なり何なりずっと見て最後にこう自分が出てくるって言った人がいるんですけどね、そういうことわからない男がもう自民党にもどんどん増えてきてますから、お二人どうにか成敗しといてください。成敗されないようにそうされないこちらが成敗されないようにしなきゃ。でも関係性を断ち切って断ち切って自由自由を求めた結果、最後に自分が何者でもないことに気づくっていう、もしかしたら文明がそれを今経験してるかもしれないと思うことがあります。絵画のね、絵の方の一番簡単なやつで白色浮き出しってなるんですよ。自分って何だろうなって考えるでしょ、そしたらこう色つ、あ、そうか、丸川さんの意見とかね、あの親の意見とこう塗りつぶしていくでしょ、うん、学校で覚えたこと、うん、仕事で覚えたこと、ずっとこれは一応色が塗れるんですよ、うん、はい、でもね、あのこういう白色で浮き出しに残るところね、うん、確かにね、親にも学校にも、ね、うん、社会にも時代にも還元できないね、はい、確かにどうしようもない残りますけどね、これは最初にあるんじゃなくてね、うん、いろんなことを説明したり解釈して、でもそれ解釈しきれない何かが残ることは確かだけど、うんうん、今違うんだもんね、くんね、たかだか真っ白気に過ぎないものがさ、私がとか、お二人ご存知でした、意見ってオピニオンとか、根拠の定かならぬ当てずっぽうのって意味なの、素晴らしいですね、本当そうでしょ、オピニオン、あ、素晴らしいですね、まあ、そういう軽蔑的に言わなくても、アメリカの、ね、議会のあれ見てるとそうだった、これはあの証券詐欺ってあったでしょ、アメリカのね、うん、リーマンショックの時にね、一生懸命証券社長たち自分を弁護するために、うん、これは私のオピニオンですが、あのオピニオンは、ね、証拠を挙げられないですがってね、言ってる、私はこう思ってますと、それで断固と言い張る時にオピニオンっていうのはね、日本人違うの、私のオピニオンはって、お前根拠は何だろうと思ってることって、ね、不思議な仕事ですね、我々、うん、そうですね、そのオピニオンをどこに根拠があるんですか。でもね、最後にね、女性ライさんでお呼びしたから終わるとね、はい、オピニオンの逆のことはセンチメンツね、複数で使うと多いんですけども、日本語で言うとあれかな、はい、これ感情ですけどね、うん、日本語で言うと情操っていうの、情操、もっと言うとね、はい、人々の共有する根本感情ね、うん、これセンチメンツで複数で使うこと多いらしいんだけど、うんうん、女性は案外こっちの方に優れた人が多いでしょう。そうです、どっちそうだと思います、自覚があります、ね、いやいや違う、女性はそうだとよく言われますよね。もちろん男から言えば腹立つ時もあるんですよ、うん、僕が順々と説明してさ、 A だから B で Z でしょって言ったら、それ聞いてる女が俺の神さんですけどね、だってだってでひっくり返そうとするの、だって一言でね、聞いててもだって違うでしょとこう来るのね、どこが違うって言わない、やっぱこの彼女らの根本感情に反するんですよね、とか理屈でしょってことでしょうかね。その時若い時そのこと分かんなかったもんだから、もう腹が立って、女の言葉のことをだっての論理って言ってね、はなはだしく抵抗してたもんだけど、言わっと年取って分かった、やっぱりだっては必要であると、うん、経済学者の理屈エットセトラに対してね、どっかさんって私のセンチメンツはだって、どれだけ赤テントの力をね、人よ、
興奮する大なる感覚にお御足をお運びなされますようにちょっと男どもも成敗しといてください。あなた方は理屈の前提がね非常にこうアーティフィシャル人工的でね、大学で覚えた教科書の1行か2行を前提にして天下国家の政策を論じるんじゃないっていうことをあちこちのもうちょっと貫禄がついたら言ってみますか。そうですね、言った後にだってこうでしょと思わず知らず、私が喋りすぎて、この補いはまたいずれお呼びして今度はずっと黙ってますんで、はい、センチメンツ祭りでいいですか今度はともかく何やってもあれありがとうございました。ありがとうございました。